ここでチームの窮地を救うことができるのか。出ました。さあまさにこういう時のためのなんという男とまで出ますかね。さあそしてカジ先方ですから、後ろには海のコールバス、そして始末屋ジェダが控えている、はい、だから緑対紫までたどり着けるかどうかっていうところはありますよね。そうですね。ただこの2人勝率どうなんですかね。いや、 やっぱり、ね、カジ君じゃないかなと思います。カジ君が、ね、負け越してるのは多分米丸ぐらいじゃないかなと思うので、まあ確かにそう上げてしまうとそうなりますかね。でもね、本当でもやっぱ分かんないですよ大会は。特に攻撃力の高い酒井、まあ、ヘルビートさんとか大内さんなんかは大会で映えるタイプなんで、一瞬の判断ミスで体力奪われるってことはありえますからね。さあ見ていきましょう、注目の最初。おお、ちょっと歩いてしゃがみ中足、下段を差し込みに行った大内。さあしっかりシャイニングのスキニージャック中と反撃を決めていく。さあ中段、よー、この攻め継続が大内、一気に取っていった。これが世界一の攻撃力か。いや、もう自分がいけないと思った時が攻めのやめ時と言っていた大内。ガケン返す。さあカジも、いや今ので、ね、萎縮してないですね。こっから取る気満々ですよ。うわ、これはおいち確定して取り返したのはカジ。あっという間ですね。さあ被弾ほとんど、展開が早い、まあ、2割といったところですが、おっと、おお、つながってる。ジャンプが高い、カック、うわー、めくっていった。勝ったのはおうちジェダ。さあカジがあんなに連続で攻撃を食らうところっていうのは、まだまだです、まだまだ先鋒、まだ優勝じゃないですか、ね、優勝ではない優勝。さあみんな落ち着いてくれ。そうだが盛り上がるのを止めることができな い, いこれはもう優勝でもいいという中段。さあ今映っているのがニューセイバーマイスターチーム。さあ緑が出てきた。ここで見える、今見える、最強ジェダ決定戦、紫対緑。さあ行こう、ジャッジエンドデイ4で 1P が紫が大内、 2P が緑が始末屋ジェダ。どっちが強いジェダなんだ。さあ先に先制しているのは大内。おお、おお、しかし大内が当たり、技の当たりがいいぞ。もうなんか僕この試合解説できないっすわ。そうっすね、これ見たことない、まあ、ジェダ使い同士のこれはもう2人にしかわからない世界がある。ガーキャン返し、これガーキャン始末屋投げる。さあまあ言ってみれば投げの始末屋とガーキャンの大内みたいな、まあそんな感じはありますよね。お互いのそのフェイバリットムーブみたいなところありますよね。さあダコース落として中段、うわ今のショカミガードよくガードしたな。そうですね、しっかり見てガードしている、ね、すごい、おお、つながって、さあダッチオピーで先に取ったの大内。さあこの勢いは誰にも止められないのか。うわ中段来る、落として、さあだから足が当たらない、やり返すが押し返すのが中段、大内。おお投げる、いおお当たらない、おお、おいろいろある、白ゲージ多いぞ。おお、さあ目まぐるしい、下段当たらない、相打ちで取り返したのは始末屋。さあここから分からないのがバンパイア、うわショーパン当たる、落としている、きたーショーパンこすり、どうなるこれ、中段だ、おっとまだサンダーリオ、おお何を切る、どっちの、おお何これ何これ、うわー空中浮遊のショーピー、勝ったのは大内、逆2立てでダブルリーチ。これは分からない、これは分からない、まだまだ勝ちではない、まだ勝ちではない、残すは海のコールバス。これ二次予選からこの暑さで大丈夫ですか。いやもう毎度のことですけどねいやすごいよ熱戦が。いやここはね、こういうのはね、予想してましたけど、やっぱり実際起きるともう汗が、いややばいですねこれはさあ大将戦、ちょっと一泊置いて、やはり疲れもありますから、はいですね、
すいません、次の、組み合わせちょっと呼び出しておきますね。次ギリギリとオセロが1番筐体、ペッパーブランチとザ・ラストサムライが2番筐体なので、まあ、前の方に来ておいてください。さあワンピーニューセバマイスターズ、おうちのジェダー 2P プルスルトラ海の子のオルバシ、大将対決いってみましょう。来ましょう、負けたらプレーオフ行き、勝てば決勝トーナメント。さあ海の子はね、ジェダ戦、まあ、この間の宮城仙台まで行って、かなり調整のためにね、ジェダ戦期待には行ってる、はい、さあ繋げてくる、この MMOC 非常に難しい。さあ泡割れて、これ取った、でかい、これはでかい、これは海の子行くのか。さあどうする、この大幅体力リード、最強の盾打ちクールする海の子。さあ大内が初めてリードされてますからね、ここからが見もの。さあ世界一の攻撃力対最強の盾、盾矛対決。さあこれは会場、さあ当たってしまう、泡端に押し込まれて、どうなる、おお。サタリオ落としてうまい、海の子の状況判断が素晴らしい。そうですね、やっぱりアドバンシングガードと状況判断、そして的確な技置き、ガーキャンに返してくる、うまい。そうね、あのね、アドバンの入れ方も状況の字変えてるんで。さあこれが大内のガーキャン、さあこれは相打ち取って、大内していく、強い、逃げるときも逆に逃げている、大内側としてはもう何も、これは取り切れない、引っかかるわけにはいかないが、さあゲージを使ってしまって、さあどうなる、さあ体力残り少ない、さあこれを、さあ中段当たって、まだどうなる、落とした、い中段決める、大内のこれはダコース、ダコース解除、今のは狙ったわけじゃないですね、多分イエスオイチ行きたかったかなと思いますが、さあどうか当てて、さあこのずらしは海の子うまかったか、ダークホース、ここまでは織り込み済み、さあ残り強パンチ一発分ぐらい、最後スパイミシェル、勝ったのは海の子おります。